JR 東海商事株式会社は、愛知県名古屋市中村区に本社を置く、東海旅客鉄道の子会社。東海旅客鉄道の子会社として1988年に設立、機関建設資材の開発、販売やオフィス用品、食材などの調達、販売などを行っている。JR 東海と JR 東海グループ会社の社員専用サービスを提供しており、 三菱 UFJ ニコスと提携して JRTC カードエネオスアサックカードの発行を行っている。2009年10月には愛知県常こ市の有給農地約8600平方メートルを地元農家から借り入れレタスやトマトを水耕栽培するガラスハウス3棟を建設し常こ農場を開園した。この農場で収穫されたレタスやトマトは 2010年4月1日より、のぞみ畑というブランドで、JR 名古屋駅構内の一部店舗で販売されているサンドイッチやサラダの具として、名古屋マリオットアソシアホテルや、ホテルアソシア名古屋ターミナルなどの飲食店舗で使用されており、JR 名古屋高島屋の野菜売り場で販売すると、共に、道農園から採れたトマトや人参を使ったフリーズドライのスープが、 東海キオスクの一部店舗にて販売されている。また、かつて、レニーというブランド名の清涼飲料水を JR 東海の駅構内などで販売していた。ありがとうございます。